2013年7月7日、突如としてこのような書き込みがなされた。現在の状況、俺の実家から帰ってきたら嫁にぶち切れられた。離婚言い渡され実家に行かれた。最終的にどうしたいか、謝罪したい。離婚したくない。許してくれるなら引っ越して俺親と嫁は一生会わなくていい。相談者の年齢、職業、年収、手取り額、36会社員600。嫁の年齢、職業、年収、手取り額、28会社員350。家賃、住宅ローンの状況、敷地内別居なのでなし。貯金額、嫁に任せてるので不明。借金額と借金の理由、なし。結婚年数、2年。子供の人数、年齢、性別、なし。俺原因、親も知ってる。親と同居かどうか、敷地内別居。相談者と嫁の離婚歴、あればその理由、なし。離婚危機の原因の詳細。俺の親父のセクハラと、母親の嫁いびりがひどいらしい。嫁いびりっぽいのは俺も現場にいた。俺的には助け舟のつもりの行為がすごく嫌というか頭がおかしいと思ったんだと。頭がおかしいと言われて俺も切れてしまってそのまま嫁は実家に帰った。セクハラといびりについて詳しく。助け舟、実家でご飯食べてたんだが、嫁のご飯だけ貧相だった。俺らハンバーグ、嫁ふりかけご飯のみ、みたいな。で俺はさすがにお腹いっぱいにはならんでしょうと思って食えよっつって割ってない卵を嫁に投げた。顔に当たっちゃってそのままテーブルに落ちて割れた。親父も母親も爆笑して結果的には場が和んでよかったかなと思ってたんだが殴ってやろうかと思ったと言われた。セクハラはまあ胸、尻を触る。風呂に入ってくるなどなど。風呂に入ってくる、敷地内に俺家ができるまで同居だった時の話。今度生卵投げてやるよ。嫁だけ貧相なふりかけご飯。卵投げたら顔に当たっちゃった。場が和んでよかった。お前、頭が異常部か？頭おかしいとは思わんが、嫁が嫌だというので引っ越してもいい。ただ、嫁のために敷地内に家を建てたのでかなり親の印象は悪いと思う。だけどそれについては俺が矢面に立たなきゃって感じてる。誠実だな。お前の助け舟の定義って何なんだ？助け舟の定義と言われても、助けるって隠れ物を恵んでやるつもりで投げたんだがすっぽ抜けて割れちまったのよ。でもまあみんな笑ったし結果オーライかなって。いやいや、お前もこれ自分がやられたらとんでもない侮辱だと思って激高するよな。対等な立場の関係を結んでる相手にする仕打ちじゃないよな、これ。なんでお前の一家は嫁をそんなに下に見てるんだ？なんで下の見てるのかと言われても、見てないからわからん。親は上だけど嫁は対等だと思ってる。自分がやられたらまあ確かにイラッとくるかもしれん。実際にされてないからよくわからん。なんかもういいや。イライラが止まらんし家手放すのも嫌になってきたわ。どっちかって言うと逃げたいだな俺は。お前らありがとな。じゃ飯食ってくるわ。なるほどなるほど、相手の立場に立つ想像力もゼロと。まあ逃げられとけ。親から離れてもお前は変わらんわ。んで二度とくんな。貧相なふりかけご飯でも食ってこいよ。なんなら生卵もつけてやろうか。投げるけど顔に当たって割れちゃったらごめんな。でも場が和むから別にいいだろ。これは普通に慰謝料請求確定の逃げられ。食べ物投げたり、落ちたのにてゲラゲラ笑うとか、お前のうちの教育は高次すぎて理解できん。卵投げて渡すとかありえないだろ。お前のはんはあぐよめに渡して自分がふりかけごはんくえ。あまりうまくないな。もうちょっと練ったネタよろしく。ネタならかわいそうな嫁はいないからオッケー。まあ、これがネタじゃなくても、しばらくすればかわいそうな嫁さんはいなくなるだろう。かわいそうな元嫁さんはいるだろうが、離婚した方が幸せなんだから、離婚したら元気な元嫁になる。次の嫁候補に離婚理由はそのまま説明しろな。大丈夫わかってくれるよ。つうか、ここの範囲を逸脱しとる。報告者はここじゃなくて、こっちに相談した方がいいと思う。両親連れてな。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。